も初めまして、草原と申します。今日はですね、ジブリがいっぱいスペシャルのショートショートに含まれるオンユアマークの解説をしていきたいと思います。この動画を開いていただいている皆さん、ほとんどが岡田斗司夫先生のオンユアマーク解説動画を見た方だと思うんですけども、この動画では岡田先生が語れなかったオンユアマークの真実を語っていきたいと思いますので、最後までご視聴お願いします。で、今回ですね、岡田先生同様3つのレベルに分けてお話ししていきたいと思います。まず1レベル、なぜオンユアマークの PV にナウシカの前日感を使ったのか。レベル2、革命家宮崎駿を突き動かしたチャゲアスの曲とは。レベル3、悪意を持って曲解した真意とは。これらについて語っていきたいと思います。まずお願いなんですけども、このチャンネル、まだチャンネル登録者一人もいません。なので、まずはチャンネル登録よろしくお願いします。一度消したらおすすめ欄に一切出てこないような弱小チャンネルなので、ぜひよろしくお願いいたします。どうですか、もうチャンネル登録済みましたか。じゃあ済んだら進めますよ。はい、じゃあまずレベル1からいきたいと思います。レベル1、なぜオンユアマークの PV にナウシカの前日譚が使われたのか。これについて解説したいと思います。なぜ宮崎駿監督がナウシカという事故の代表作をチャゲアスの PV に使ったのか、ちょっと考えてみましょう。もしもですね、例えばあいみょんさんが、私トトロ大好きなんです、トトロの続きを私の PV で使ってくださいって言われて、宮崎駿監督作るかっていうところなんですよ。おそらく頼まれたからって作るようなものじゃないですよね。これを決断できるのはもう宮崎駿監督本人しかいないんですよ。つまり宮崎駿監督が自らナウシカの前日譚にしようと決断しない限り成し得ないことなんですね。ここまで聞いて懸命な視聴者さんはお気づきかと思うんですけども、宮崎駿監督自身がチャゲアスのファンだったからということが考えられます。なんでそれって思われるかもしれないですけど、これは、リームのうちの、約1割 10% ぐらいのリームです。もう一つ重要な理由がありまして、これはあくまで PV だということです。 PV というのはクライアントチャゲ&アスカからの依頼で作るものですよね。 PV を作ることになった経緯というのは、チャゲアスのアスカさんの方がライブ映像でアニメを起用したいって言ったそうなんですよ。そこでチャゲさんが、あ、だったら宮崎駿監督に任せたい、そういう流れで生まれたそうなんですけども、チャゲさんが、宮崎駿監督のファンだったのかもしれないんですけど、ちょっと考えてみてください。この映像を知ってる方は分かると思うんですけど、非常に残酷な描写です。チャゲさんがイメージしたのは、おそらく魔女の宅急便か耳を澄ませたんですよね。これらをイメージしてたんじゃないかなと思います。それがですよ、いきなり警官の服を着たチャゲとアスカがカルト教団を殺しまくる、そんな映像がまず流れるような映画、誰が想像するかっていう話です。仮にこういうの冷たいですって事前に言ったとしても通らないと思うんですよね。ただいきなりその絵コンテだけ見せられたら、まずもう NG ですよね。もうそんなもの頼むんだったら、大友克洋さん監督か、押井守監督とかのね、富野監督とか、そっちの FF の SF の巨匠に頼んでるわけですよ。つまり、絵コンテとか企画とか持ってったところで通らないんです。でも、通る方法が一つだけあるんですよね。それが、この作品はナウシカの前日感です。あらかじめ語ることです。もし、チャゲさんが、宮崎駿監督のファンだとしたら、こんなに嬉しいことないじゃないですか。自分の PV にナウシカの話が出るの、そういうことですよ。この時点で同僚にも構いません。宮崎駿監督の新作が見れるわけですから、 PV なのに。それが期待しちゃいますよね。どんな作品ができるんだろうってワクワクしちゃいますよね。それがどんな形であれ NG なんか出せっこないですね。それは作品ですから、アーティストであるチャゲ&アスカ、音楽という作品を作ってるんです。それを、ここはこうじゃない、ここはこうだなんてね、視聴者として、議論されるのはいいとしても、それをこうダメ出しされたりっていうのは絶対嫌なわけで、絶対されたくないことだから、それはアーティストとしてもう、これが1作品であればそれをケチつけるなんていうか、できないと思うんですよね。オンユアマークの PV はナウシカの前日譚だとあらかじめ語ることで、自由な制作環境を手に入れることができたんです。これが大きな理由なんですけども、でもこれはオンユアマークのナウシカの前日譚になる理由の20-30%、 20-30% にしかなりません。じゃあ残りの60% どこから来てるのかっていう話なんですけども、これはチャゲアスの歌だからこの映像にしようっていうのは構想はできてたんですよ。それが、レベル2でお話しする革命家宮崎駿を呼び覚ました音楽ということになるんです。この作品は革命家宮崎駿の原風景を描いた作品でもあるんです。そして宮崎駿自身が影響を受けた音楽がチャゲアスの中にあるんです。はい、それがこちら。
いやこちら1992年発売されたタケアンドアスカの、まあ、もう知らない人いないんですよね、うん、代表作です。もうセールスが爆発的なヒット、もう280万枚というセールスを売り上げた、その後に出した、またシングルなんですけども、こちらもまた、240万枚とダブルミリオンを達成した曲となります。やりやりだといえばね、今からそいつの、これからそいつの殴りに行こうか、ね、このフレーズね、もうみんな知ってると思います。実はこの歌の自殺予防ね、古舘一郎さんのチャンネルでもうアスカさんが語ってるんですよ。殴りに行こうかっていう部分を、実際誰を殴りに行きたかったかっていうことがね、お話に出てるんですけども、ミュージックジャーナルで企画構成をやっていた秋元康だって明言してたんですよね。ミュージックジャーナルの特集でチャギ&アスカの特集を組んだそうなんですけども、その特集というのがチャギアスは演歌だっていうね、うん、そういう切り口のお話だったそうなんです。これに非常に腹を立てたということなんですよね。大陸的とかアジア的とかそういうイメージを払拭したいのに演歌だなんて言い切られちゃったもんだから、もうそれはもう怒り心頭だったそうなんです。もうその怒りの気持ちを表現したのがもうやーやーやーっていう曲だったそうなんですけども、まあそこはアスカさんですよ、うん、ただただ人を殴りたいとかそんなちっちゃな歌になってないんです。歌詞の方を見るとですね、誰かを殴りに行こうっていう話をしてるんですけども、冒頭2行目のところにですね、勇気で愛だと騒ぎ立てずにその気になればいい、ただただ人を殴り勇気も愛もいらないんです。憎しみですから、勇気や愛を持って暴力に訴えかける、これを人は何というか、レジスタンス、抵抗ですね。抵抗という意味に通ずる言葉がもう一つございます。夜明けだ朝だと騒ぎ立てずにその目を開ければいい。この夜明けっていう言葉よく使われるの、まあ、日本の夜明けじゃ、明治維新とかそういった革命とかそういったものを表す言葉としてよく使われますよね。ここに宮崎駿は心を打たれた、宮崎駿の近世に触れたんじゃないかなと思います。さらにですよ、殴りに行こうかって歌ってるんですね。殴りに行こうかっていうことは殴りに行けてないんですよ、殴りに行ってないんですよ。それがまたね、この歌の深いところなんですけども、その悔しい思いっていうのは宮崎駿自身の過去原風景に触れたんじゃないかなと思われます。これはどういうことかと言いますと、1959年宮崎駿監督は、まあ、その時はもう全然監督でもなく18歳の少年でした。この時代に何が起きたか、安保闘争と言われるものなんですけど、日米安保という、まあ、戦後制約が交わされていて、そこが非常に不条理なものだった、これを改正していこうという動きだったんですよ。その運動を安保闘争というふうに言われてるんですけども、これたった1年の話ではなく、デモやボイコット学生運動へと発展していくんですね。それがね、収束するまでにもう10年以上かかってるんですよ。まあ本当に革命と言っていい流れなんですけども、その時代の学生運動というのは非常に長くて、もう本当至る所でポツポツ起こってきたんですけども、1969年ちょうど10年後ですね、この年の安保の改正がまた行われることになりました。この時日体大と東大が合同でデモを起こして、これが全国にぶわーっと広がっていく、これを全共闘時代と呼んでいるんですけども、3年ぐらい、まあ、本当に動乱の時代で、1970年には日本赤軍による淀川拝借事件、1971年右翼であった作家の三島由紀夫さん、市ヶ谷駐屯地に籠城して、そして自決したという右翼のメンバーとともに今後の日本の在り方を演説し、最後に三島由紀夫が自決するという、そういう事件がありました。そして1972年浅間山荘事件、極右化した学生たちが互いに認知をしたりとか、まあ、そういったのが問題となって顕在化して、浅間山荘に籠城して自衛隊とこう対決する、この時食べてたカップラーメンがうまそうだからっていう理由でカップラーメンが大ヒットしたとかね、まあ、そんな時代です。1959年時点では18歳だった宮崎駿監督も、1969年には28歳、学生ですらないんですね。学生運動として美味しい時期に、美味しいって言ったら変ですね、政治活動が一番活性化していた時期に宮崎駿監督は何をしてたかというと、太陽の王子ホルスの大冒険を作ったり、1971年には高畑勲監督と東映堂が退社して長靴下のピッピーを制作するために A プロダクションっていうのを設立する。本来そういった政治活動に熱心だった少年宮崎駿は一番こう活発な時代を逃して大人になってたんですね。実際もう24歳の時に結婚されてるので、おそらく宮崎五郎監督も生まれてたんですよ。そうやってもう責任のある立場になって、そういった政治活動に参加できてない、そういった、まあ、心残りというかね、見えきれない思いっていうのを常に抱えてたんではないでしょうか。実際に、それを映像化した作品、紅の豚ってありますよね。
まあ、あれ自体が学生運動を傍観する立場になった自身を描いた作品だと言われています。その紅の豚、 赤い豚っていう意味ですけども、その赤っていうのはそのまま共産党を示す赤色、そういう意味が含まれていたんですね。実際これは風の吹く丘だったっけな、っていうインタビューでも内情までは語ってはないんですけども、やはり安保闘争の件を引き合いに出したりしているので、おそらくそういった自伝的な映画だったと言えるんじゃないでしょうか。ところがですね、紅の豚を作品として作って自身の過去に決着をつけたつもりでいたんですけども、高畑勲監督が作った平成たぬき合戦ポンポコ、たぬきが森を伐採して住宅地にするっていう計画に対して発するっていうお話なんですけども、これこそがね、まさに宮崎駿監督が自らその場所にいた時代、なんて言ったらいいんでしょうかね。紅の豚ではもう過ぎ去った過去として描いてたんですけども、高畑勲監督はその動乱の時代をコミカルなメタファーとして描いたんですよ。それを見た宮崎駿監督、またその時代のことについて作りたくなっちゃったんですよね。だからこの後すぐ作ることが決まっていたもののけ姫、この設定がブレになっちゃったんですよ。ブレッピンと元出そうとしたもののけ姫の、イメージボードがこちらです。猫と、まあ、あの猫バスみたいなもののけと可愛い女の子、これがイメージボードとして最初にできたプロットになります。もともとの話としては3番目の姫様としてもののけに嫁がされるっていうお話だったようです。近代化前の日本というのは本当次男以降の子供たちが非常に冷遇された時代です。確か九州の方なんかでは、次男以降の男の子は長男の奴隷として、奴隷のような立場で結婚もできない、もうただただ家の中にいて人目にはつかないように、そういう暮らしを強いられてた時代です。男尊女卑の激しかった時代を考えると、三女というと、冷遇されてもののけのお姫様にでもなっとけみたいな、そういう話がもともとのプロットとしてあったそうなんですけども、その平成たぬき合戦ポンポコを目の当たりにして宮崎監督はもうブレちゃった安保闘争時代のその場の風景を描きたいって願うようになったんじゃないかな。作品を面白く作るっていうのはもちろんなんですけども、それ以上に自分の思いを乗せたい、この思いを消すことはやっぱりできないんです。消すことをできないとしたら何をするかっていうと、一回作品として落とし込んで吐き出すしかないんですね。それが音楽マクドという話でございます。はい、ヤーヤーヤーから引用されたんじゃないかという根拠なんですけども、話のベースとしてあるのが警察と民衆の闘争という構図をまず作りたかったんですよね。それがチャリアスのヤーヤーヤーからインスピレーションを受けたものですけど、それが自体が崩せなかったんじゃないかなと思います。だからナウシカの前日談というのは逆に後付けなんじゃないでしょうかね。ただただ警察と一般人の対立、こういった構造を描きたかった、警察対カルト集団という一面もあるんですけども、後半は警察対主人公っていう構図になってますね。要はレジスタンスなんですよ。これが革命家宮崎駿自身を描きたかったというは、考えるゆえんでございます。これだけが根拠ではなく、これはヤーヤーヤーのシングルなんですけども、この中に夢のバーミルという曲と、君は何も知らないままという、まあ、2つの曲、合計3つの曲が入っているんですね。この曲の中から引用されただろうなという部分が多々あったので、その辺をまずご紹介したいと思います。殺し屋の黒い革手袋の薄さで守られているような、守り抜けないような、この言葉はね、まさに情景を映してるんじゃないかなと思いました。まあ、警察という立場でありながらカルト教団ですけども、民衆を虐殺するような人殺しなんですよね。翼の生えた女の子を守ろうとしてるんです。でも守り抜けない、守り抜けずに落ちていくっていう描写も含まれています。これ自体がストーリーに影響してるんじゃないかなと思われます。そしてもう一つ、子供も大人も羽を痛めた鳥もという言葉があります。これはまさにね、彼女たちのことを指しているんじゃないかなと思われる引用部分です。そしてサビである僕らは僕らは夢だよと語ってるんですね。岡田敏夫先生もこの映像を呼吸の夢と表現してたんですけど、まさにそのイメージ通りですね。岡田敏夫先生がアスカのパソコンの上に置いてある赤いチョッキを着たウツサギ、これをね、正反のメタファーだというふうに語ってたんですけども、僕はね、その赤いチョッキを着たウサギを見た時に素直にこれアリスじゃんって思ったんですよ。不思議の国のアリスで、不思議の国にいざなうウサギ、それはディズニーアニメでは時計を持ったウサギがね、走って逃げていくわけなんですよ。それを連想したんですよ。僕はこのウサギを、赤いチョッキを着たウサギをそのように解釈してるんですけども、このウサギというのは、夢と現実をつなぐ架け橋なんですね。つまりウサギが現れた時から不思議の国へと誘われてるんですよ。これを僕は夢の番人として解釈したんですね。将来の通り夢の番人、そういった存在をウサギで表現したんじゃないかなと思われます。革命家宮崎駿を呼び覚ました音楽レベル2はこれでおしまい。
はい、それではレベル3、オンリアマークを悪意を持って曲解したシーンは、宮崎駿監督自身がキャリアストのインタビューの中でこの曲を悪意を持って曲解したって語ってるんですね。じゃあどの部分が曲解だったのかを、探っていきたいと思います。でまずですね、冒頭、そして僕らはいつもの笑顔と姿で埃まみれの服を払った、この手を隠せば音さえ立てない、落ちていくコインは二度と戻らない、君と僕と並んで夜明けを追い抜いてみたい自転車、まあ、ここからサビであるオンリアマーク入ってくるんですけども、一番注目したのがこの手を離せば音さえ立てない、音というのは何か、まあ、音楽ですよね。一度離してしまったらもうその音楽は二度と戻ることがない、落ちていくコインは二度と帰らない、もうそういう覚悟を持っているんですよこの二人は、というふうにアスカが歌ってるんです。そして答えを出さない、それが答えのような、針の消えた時計の文字を読むような、君と僕全てを認めてしまうにはまだ若すぎる、まあ、ここから読み取ったのはもうすでに引退という解散を決めてるんだけども、解散はしないという結論に至った、このように僕は読み取ったんですね。針の消えた時計の文字を読むような、針の消えた時計思い起こしてください。長針と短針の2つがあるから時計でいられるんです、文字を読むことができる。しかしここから針を、2つの針をしまった時、何が残るかというと数字の羅列です。数字の羅列で思い起こすのがやっぱりこれなんですよね。お金まあいやらしい話、お金だけの関係になってしまった二人っていう風に僕は読み取ったんですけども、君と僕全てを認めてしまうにはまだ若すぎ、ここなんですけども、実はですね、シャケ&アスカ特に91年以降シャケとアスカのね差が大きいんですよ。先ほどセイイエスヤヤヤがダブルミリオンだっていう話をしたんですけども、はい、この歌はですね、二人でいることの意味すら見失うほどもう溝が大きくなりすぎた、でも僕らと呼び合うため互いを一人称でなく僕らという二人称で呼び合うために流行りの風にやられても夢の心臓めがけて、まあ、これをですねラストの部分、これは宮崎駿監督の願いなんじゃないでしょうか。彼女を大空に羽ばたかせてあげるという夢を叶えて二人は死んでしまうんですけども、二人のままでいてほしい、二人のままでいてほしいという願いがオープンカーに乗って二人で死んでいくという描写に込められてるんじゃないかと僕は感じました。このオンユアマークという映像はね、本当にいろんな解釈できるんですよ。岡田斗司監督もレベル6までの話をしたんですけども、それ以前また別の解釈してるんですね。それ自体もね面白かったんですけども、本当にねいろんな解釈できる、これこそが芸術なんじゃないかなと僕は思いました。はい、これレベル3までの話に完結となります。次回ナウシカの前日譚という話ですけども、これがどのようにナウシカに繋がっていくのかという考察をしてみたいと思いますので、また次回もお楽しみください。それじゃあバイバイ。